はいどうも皆さんこんばんは、くみひろです。さあ今日はですね、バージョン 1.3 の新しくやることまとめて紹介いたします。そしてこちらの画像を見てください。スケジュール帳にイベントの期間載せてみました。なのでこれは、今から説明したいんだけど、動画の後半で説明します。これも含めて説明しますので、よかったらこれを参考にしてみてください。でアップデートの更新内容っていうのが来てるんだけどね、ニュースで。これねめちゃくちゃ多いのよ。まあこれは変更点、修正、バグ修正とか、新しく追加された項目とか、まあいろいろ書いてあるんだけども、こんなん全部読む人は物好きですよね、多分ね。僕は読みましたけど。なので、この中に書いてある重要的な項目、やらなきゃいけないことについて説明していきたいと思います。まず、イベントとかはさっきのカレンダーを参考にしてお話しするので、後半に説明しますね。ここから読んでいきましょう。まず、新ストーリーが来ておりますと。これショーの伝説任務がまず来ました。なのでこれをやっておきましょう。で新世界任務ストーリーのイベントですね、これが来ましたのでこれもやっておきましょうと。でこれで新キャラのねダインスレイブってキャラ出て、出てくるんですよ。あんまネタバレとかしたくないんで言いたくないんだけど、まあとりあえず出てくる任務がありますよと。これは今回来る怪盗祭のなんか関係あるっぽいですね。でさらに新しいボスが追加されました。動画出してるんでよかったらそれも参考にして見てみてください。そして新便利アイテムですね、これね三両物質変化器、これはもう今すぐやってください。これ今すぐやらなきゃいけない理由っていうのは、まあちょっと追加で画像載しとくんだけども、このアイテムをクエストでもらって、でそれを1回使うと6日間、要は1週間に1回しか使えないアイテムなんですよね。で、もらえるアイテムが、まあ、経験値の書だったりとか、スキルのレベルアップする本だったりとか、それがもらえるんですよ。で、それの素材となるものが、まあ、いわゆるラズベリーとかね、リンゴとか、まあ、あとはスライムの一番ちっちゃいやつとか、めっちゃ持ってると思うんだけども、それを150個入れることによって変換できるんですよ。その必要なアイテムに。まあ、150個って結構量あるんだけども、そういう風にいらないもうゴミを入るものにできるっていう。で、それが1週間に1回しか使えないんで、多分ね、1週間に1回だと思う。それこそ、使った日から1週間。この、ね、月から日とかじゃなくて、使った日から何日間っていうサイクルだと思うんで、できるだけ早めにバンバン使っていった方がいいと思います。で、新しい消耗品、転換の塵っていうものがあります。これは、ショップですね。このショップで、スター交換。これのスターダストで交換できます。これだね。これ何があるかっていうと、これを交換して、合成のところ。ここの、項目が1個増えてます。で、これを、まあ、要は色を変えれるってことだね。うん。赤から黄色にできたりとか、赤から青にできたりとか、いろいろそういう風に変えれるので、まあ、必要なものを、火だけめっちゃあるけど、必要なのは水なんだよねって人とか、そういう人は使ってもいいアイテムなのではないでしょうかと。そして、まあ、ここはやらなくてもいいかもしれないけど、新しいレシピが3点ほど来ておりますね。これはまあ各料理屋に行って、レシピを今まで通りもらうという感じです。まああとシステム面について言うと、コントローラーが使えるようになりましたよってことですね。この4のとこかな。これだね。iOS14 以上のデバイスにて以下のコントローラーをサポートします。Xbox のワイヤレスコントローラーとか、PlayStation のワイヤレスコントローラー、iOS 専用の MFI コントローラー、まあ一部対応しましたよってことですね。これは結構スマホでやってる方にとっては美味しい情報なのではないでしょうかと。まあ、あとは勝利の性能がいろいろ変わっていたりとかしますね。ここは過去にも動画上げてるんでよかったらチェックしてみてください。はい。重要なところはこれぐらいですかね。で、お次、イベントです。こちらの画像をご覧ください。はい。すごいでしょう。めちゃめちゃわかりやすくない？これ2月なんだけども、3月の序旬まで入っております。まず、アップデート後から今日から写真のイベントが10日まで来てますね。これイベントの期間だけ入れてます。交換する期間は含めてないんで、交換する期間はプラス3日間ぐらいあると考えてください。写真のイベントがあって、ショーのガチャがあって、で、次に2月11日ログインボーナスと、回答祭が来て、で、ショーのガチャが終わったら次は国勢ピックアップガチャが来ますと。で、ログインボーナスの1回目が終わったら、ログインボーナス2回目が来ます。そのログインボーナス2回目っていうのは、回答祭のログインボーナスみたいな、ありますね。で、これの報酬とかもよかったら公式チェックしてみてほしいんですけども、結構美味しそう。で、2月の26日から、まあ、イベントが結構終わるんですよね。で、回答祭が2月の月末に終わります。28日で終わります。で、その前に、地脈、まあ、地脈の花が2倍の期間が来るんですよね。これが2月の26日から、3月の5日まで。ここの期間は、もう多分これガン回しでいいと思う。で、ただ3回までしか2倍の報酬はもらえないっぽいんで、そこだけ注意してくださいと。
で、もう3月の頭ぐらいでログインボーナスの海の方が終わって、国勢ピックアップカルチャーも終わりますで、そのね、多分次に新キャラが来るんじゃないかなって予想されてたりするよね。これね、国勢ピックアップガチャの次気になるね。まだ情報は出てないと思うんだけども、公式ではという感じです。まあ結構これ見やすいと思うんで、スクショとか撮ってね、保存しておいてみてもいいかもしれません。これちなみにね、友達とのスケジュール帳なんだけども、まあたまに動画編集手伝ってもらったりするときに、こう手伝いましたよっていう証拠を残すためのやつなんだけど、勝手に入れました。まあ原神やってる友達なんでね、いいでしょう。はい、ということでこんな感じですね。ざっくりパンと5分ぐらいでまとまってると嬉しいんですけども、いかがでしたでしょうか。参考になってれば嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。